桂小五郎と西郷吉之助による薩長同盟は幕府打倒へと大きく歴史を動かそうとしていた。その裏にはもう一人の坂本龍馬が暗躍し、日本中を戦火に包む倒幕戦争の引き金に指をかける。近藤勇は言う。今日本人同士で血を流せば、この国を異国の侵略から守る者もいなくなる。龍馬は沖田総司と共に江戸城を襲撃し、大政奉還を進めることで倒幕戦争を阻止、同時にそれはもう一人の坂本龍馬への宣戦布告でもある。その報復がどのような事態を引き起こすのか、龍馬はまだ知らない。言うこっちゃ。そんな、近藤さん、間に合わなかったってのか。身ぶろめ、とうとうやりよった。無茶苦茶にも程があるわ。町に火つけて回るなんて狂気の沙汰や。あいつら一体何のつもりやねん。おい、今の話本当なのか。何ですかお侍は。これが身ぶろ、新選組の仕業だってのか。ああ、せや、あの浅葱色の連中が方々で火つけて回っとる。うちもこいつもみんな見とるんや。くそ、ちょっとはじめちゃんどこ行くんや。We gotta get over there. Whole city's on fire. Okay, good.おったんか。いや、だが置き手紙があった。もう避難しているらしい。ほなら、まあ一安心ちゅうとこか。したら、やることは一つやな。ああ、近藤を探そう。ほな、行くで。どないしたん。Alright, let's see. We go there or the barracks. So, either way, we gotta get up. Okay, can't go that way.
かし、えらいことになっとるの。Let them when I can. 新選組がやってやと、大使の一人でもおったら何か聞けるんやけど。佐々木なんだよ。こんなとき何の用や。何の用かやと？決まっとるやろ。お前ら新選組が火つけて回っとることは分かっとるんじゃ。何が目的か知らんけど、この落とし前はきっちりつけてもらうぞ。聞く耳なしやな。ま、わしもちょこっと暴れたい気分。くそ、やったれ。本気で行くで。We hit each other at the same time.Yeah!
finish him. Oh, he's still alive. Oh man, more of them.隊長、この辺の家の金目のもんはあらかた取り尽くしました。おう、じゃあここらも用済みだ。お前ら、この辺の家も全部燃やしちまえ。待て。なんだ、斎藤か。春田、お前何をやってる。今日へ火を放て。近藤局長からの命令だ。各隊長へ伝令があっただろうが。やはり本当なのか。いよいよ新選組が今日の町を牛耳る時が来たってわけ。その野望の果てが火事場泥棒か。どこまで腐ってやがる。どうせ燃えちまうんだ。灰にするよりいただいちまった方が世のためってもんだろ。なんだあんた、身風呂が今さら正義の味方気取りか。文句があんならかかってこいよ。あんたとは一度やり合わなきゃならねえとは思ってた。それにこの火事場だ。隊長を一人消すには都合もいい。どういう意味だ。新参者のあんたにいいとこ持ってかれねえですってことだよ。お前、剣は使わないのか。はあ、実戦じゃこっちの方が相手に届く。剣なんざバカバカしくて使ってられるかっての。どうやら本物の剣を見たことがねえらしいな。そうだったな。確かあんたは李信流を追いかけて新選組に入ってきたんだって。なら一ついいことを教えといてやるよ。なんだ。
自衛官出身で一番強いのは沖田でも長倉でも局長でもね、俺だよ。なぜそう言い切れる？そりゃな、勝つためなら何でもする。流派や誇りを捨てることができる人間だからだ。なるほどな。お前には剣がどうしてこの世にあるのか、その意味を体で教えてやる必要があるようだ。それはぜひご教授いただきたいね。行くぞ、サイズ！Himself open for that, I'm gonna take it. Health ASAP. Kutta na. Good to go. Get
Oh, sweet. I got another iron grinder. Mate. Chotto karai ne no ka? Ore no udemai wa dou datta to ka? Inokosu ko da yo. Nai.なんだよ、それ。坂本龍馬の歴史にお前の名は必要ない。坂本龍馬。さらばだ。ちょっと待て。助けてくれ、サイダー Yeah, he got exactly what he deserved.Can everybody get out my way, please? Kondo. Saito ka? Daijoubu ka? Nani ga attan da? Ore to shita koto ga...切られちまったよ。いや、お前こう思ってたんじゃねえのか。俺が今日に火をつけたってよ。あんたが新選組に命じたんじゃねえんだな。たるめだ。今度あんた誰にやられた。わからねえよ。だがその男にお前に伝えろと言われた。御所で待つと。御所だと。奴の狙いは帝だ。今日の町を新選組の手で焼かせて、その隙を狙って帝の命を奪う腹だ。帝の命を。もしかしたらあの男が。もう一人の坂本龍馬なのかもしれねえ。大政奉還がなった今、連中は焦ってるはずだ。幕府側の俺を帝暗殺の犯人に見せかけて、幕府と朝廷の戦争を仕掛けるのが目的だろう。じゃあ新選組は利用されたというわけか。皮肉な話だな。京の町を焼こうとして京に登った俺が坂本龍馬という男に出会ったことで京の町を守る道を選んだっていうのによ。結局最後は京を焼いた男として歴史に名を刻んじまうんだからな。しっかりしろ。これまで頼み事ばかりで、あんたには何一つしてやれなかった。だが、最後にもう一つ、俺の頼みを聞いてくれ。なんだ？この手紙を、都市に渡してやってくれ。近藤勇、最後の策だ。最後の策。
俺らよ、龍馬さん、あんたに会えてよかったと思ってる。あんたに会って初めて本当にこの国を変えられるんじゃねえかと、そう思うことができたぜ。今度さ、俺のことはもういい。それよりご所へ、偽の坂本龍馬を止めてくれ。日本を頼んだぜ、坂本龍馬。俺も近藤勇という男に出会って変わっちまった。東洋のおやっさん、それにあんたから託されたことを誇りに思う。俺は必ず俺のやり方であんたたちの意志を継ぐ。坂本龍馬としてな。Damn, they got him. Made sure to get him good. Alright. The palace. We gotta save the emperor. お前はいいぞ。久しぶりです、筆頭。お前がもう一人の坂本龍馬だったのか。その顔はほっとしたってところですね。何？あなたはここに竹地先生が待っていると思っていたんじゃありませんか。お前の目的は何だ、イゾ。どうして俺の名を語り、こんなことをしている。どうして竹地を裏切ったんだ。竹地とお前の間には深い絆があったんじゃないのか。裏切った、私が。ああ、そうだ。新選組に捕まった後、土佐に戻ったお前の自供が原因で竹地は切腹させられた。だがあの時、新選組に捕まることもその後のことも全て最初からお前は見越した上で動いていたんじゃないのか。それじゃああなたは、私が竹地さんを山内陽道に売り、こんな計画を仕掛けたと
そう思ってるということですか。ああ。本当に？何が言いたい？あなたは嘘をついている。心の底では竹地さんがもう一人の坂本龍馬だと確信しながら、それでもなお竹地さんがあなたを裏切ったという事実を認めたくない、そうなんでしょう。あなたは怖がっている。真実を知ること、いざ決着をつけましょう。私は斎藤はじめじゃない、本物の坂本龍馬と戦える日をずっと待っていた。私はこうしてあなたと戦えればそれでよかった。もう一人の坂本龍馬に命令され、近藤勇を殺し、こんな状況を作り出したのはそのためです。勝負をすれば全てを認めるということか。ええ、悪い条件ではないはずです。いいだろう。これで終わりだ、伊蔵。俺は人斬り伊蔵としてのお前の人生に終止符を打ってやる。来い、伊蔵。行くぞ。Finally, let's finish Izo once and for all. Take this opportunity, top off my health.
覚悟はいいですね。はぁ、覚悟はいいです。私は結局私はあの人にとってあなたの代わりにはなれなかったってことか。竹地は兄弟は生きているんだな。あいつがもう一人の坂本龍馬なんだな。あの人はあなたを待ってます。ずっと竹地さんはもう戻れないところまで来てしまった。あの人を止められるのはあなただけ。いざ。私はあの人の兄弟にはなれなかった。あなただけなんです。あの人の全てを受け止められるのは。いいぞ、しっかりしろ。いいぞ。竹地さんは今日にいます。だから分かった、必ず俺があいつを止める。よかった。兄弟、お前の目にはこの空がどう映ってるんだ。新選組を抜けるつもりですか、斉藤君。土方。総司から話は聞きました。あなたがここに来た理由も、本当の名前もすべて。そうか。逃げんのかい、はじめちゃん。逃げる。せや、確かにはじめちゃんが新選組におる理由はのうなった。せやけどな、仲間残して一人で何もかも抱え込んで戦いに向かうんは逃げるっちゅうことや。人とつるまんと一人でやる方がかっこええ。せやけどそれじゃあかんねん。戦いっちゅうんは誰かと一緒にやらなあかんねん。
どうしてだ。人間、大事なことをするときは誰かに見ててもらわなあかんちゅうことや。共に戦い、共に考え、共に悲しみ、共に喜ぶ。そうやって時を同じくすることで、事実は人から人へ伝わり、歴史は作られてく。せやから近藤局長は最後まで新選組という仲間を捨てなかったんや。だが俺はこれ以上新選組を巻き込むわけにはいかない。ここから先は坂本龍馬という一人の男としての戦いだ。それがどないした。坂本龍馬一人の戦いのために新選組が戦う、それでええやないか。起きたな、新八。ああ、俺にとっちゃそれが局長と共に生きるということでもあるしな。長倉、土方。それに坂本さん、あなたの斎藤はじめとしての仕事はまだ残っているようだ。仕事、近藤はそこに最後の策があると言っていたが。近藤勇は死んでも死なんか。お待たせしました。しかし昨晩は大変な一日でしたな。しかしあの近藤局長が京の町を焼き払うなどという奇抜な考えを持っていたとはね。いやはや逃げ惑う人間を燃やすというのもあまり気持ちの良いもんではありませんな。今日はやけに饒舌だな、伊藤君。いやこれは失礼。で、今日は一体何の話なんです？新選組の今後について話そうと思ってな。昨晩の今日の大炎上、奉行所の方からお取り調べを受けた。新選組の仕業ではないかとな。まあそりゃそうでしょうな。だがしかし、あの大火事を起こしたのは十番隊隊長原田佐之助の独断によるものとしてことを済ませた。ふん、都合よう死んだ奴に責任なすりつけるちゅうわけか。考えましてね。いや、実際私に掃除、長倉に斎藤君の4名は放火に関わっていない。放火に加担していたのは参謀の伊藤さんに原田の10番隊、それに武田さん、あんたの5番隊だけだ。ああ、私たちは昨晩の局長からの指示が近藤さんのものではないと分かっていた。君たちは知らないかもしれないが、近藤さんは実際今日の町に火を放つ計画を持っていた。だがその計画を実行する際の合図がなかった。だから町に火をつけるようなことはしなかったんだ。合図？ああ、新選組の解散、それが近藤さんと私たちの間で決められた合図だったんだ。何やと？近藤さんは江戸遷都計画という計画を長年考えていた。
だがその実現は新選組のごく一部の人間、自分が信じた人間とのみ行うつもりだったんだ。だから昨晩の放火は局長が指示したものではない。私たちはそう考え消火活動に当たっていたということだ。そうですか。それは知りませんでしたな。責めるつもりはない。君らは放火が局長の指示と思い込み忠実に従ったのだろうからな。まあ参謀らしからぬ少々浅はかな行動とは言えるが、まあいい。それで今後の話というのは。山の実、松原、谷、鈴木、源さん、それに佐之助、半数の隊長格を失い局長も不在の今、新選組をこのまま続けていくことは難しいと考えている。それは確かに。だから私は局長を、斎藤はじめ君に託そうと思う。何やと？斎藤君、どうかね。慎んでお受けいたします。ちょっと待て。そない青な話やるか。何か問題でも。斎藤はちょっと前に入ってきたばかりの新参者やないか。そないな奴が局長やなんて納得できるか。新参者でもええやないか。はじめちゃんはここにいる誰よりも強い。強い奴が頭を張る自然の成り行きやないか。起きた伊藤は。一ついいかね、副長。何でしょう。確かに斎藤君は剣の腕が立つ。それは私も認める。しかし新選組は幕府直属の権威ある武力組織。その局長は知識、教養、道徳、見識に長けた人間が務めるべきだと思う。それは一理ありますな。近藤局長はその全てを兼ね備えておられた。だがその局長が不定老死に切られ死んだ今、これ以上新選組の名を地に落とすようなことはできない。新選組次期局長はこの伊藤貸し太郎が引き受けよう。これは新選組を最後まで守った近藤さんの意志に報えるためだ。そうや、伊藤さん以外局長は考えられん。それはちょっとおかしな話ですな、伊藤さん。何がだ。私は近藤局長が死んだなどとは一言も言ってませんが。さて不思議な話だ。私は局長が不在だと言ったまでです。それは毎度のことだったはず。なのにあなたは死んだと言った。しかも不定老死に切られたという理由まで付け加えて。何を言ってるんだ君は。近藤局長は生きている。それとも伊藤さん、あなたは私たちが知らない何かをご存知だということかな。くぅ。答えられないということは認めるということかな。どうやらあんたには坂本龍馬って男の息がかかっている。わかったな、土方。ご安心ください。ここであなたが粛清されても
新選組は続きますよ。近藤勇局長体制のままずっとね。くぅ。参ったな。新選組を抜けるときは死ぬときだと思ってたのに、こんなお別れになるとは思わなかった。平助、今伊藤さんを殺されたらいろいろ困るんだね。平助、お前さあここを通してもらおうか。副長さんよ、手よく新選組を奪い取るつもりだったが仕方ねえだが大使はまるっといただいていくぜ。裏切る手はずも整えていたか。今日から俺らは五稜英治という新たな組織として独立する。新選組の役割はもう終わったんだよ、土方さん。金にならねえ組織に人は集まらねえ。隊長閣4人、残り少ない大使たちと一緒にせいぜい頑張るんだな。それじゃ。